名所江戸百景、堀江猫座根、ね。境川を挟んで、猫座根村と堀江村が描かれている。境川は、千葉県浦安市を流れ、東京湾に注ぐ一級河川。利根川水系旧江戸川の分流である。左岸の猫座根村と右岸の堀江村の境界をなす、ことから名付けられた。江戸川の真水が流れることから、井戸水に塩分が含まれる。この地域では、 唯一の飲料水として、また、漁港として、両岸に集落が立地する要因となった。現在の浦安市の面積16.98、平方キロのうち約74%が、海面埋め立てでできた土地であり、オフィスビル、ホテル、工場、ショッピングセンター、高層住宅などが、次々と整備される。JR 新浦安駅周辺は、都市景観百選に選ばれるなど、 町全体のデザインが評価されている。浦安は旧江戸川河口の低出地で、いつ頃から人が定住し、集落が形成されたのかについて、伝承では平安時代末期とも鎌倉時代とも言われている。実際の歴史は、桃山時代、徳川家康が江戸に入府の際、浦安の堀江、猫座根東大島の三村は行徳領として、 徳川家の直轄地となる。徳川家康が江戸に居城を構えると多くの漁民が奇襲から移り住む。目の前には手付け数の江戸庵が広がっており、記録によるとマグロや時にはクジラまで回遊。そこで漁師たちは巻き網を使った漁を行い、天日で乾燥させて大阪に送る暮らしを始めたとされている。堀江、猫ザも集落の外に神殿を広げる一方、 漁業が盛んになった江戸時代を通じて、浦安は反農反漁の村として基盤を築いていく。そうした漁で生計を立てる生活が昭和30年代まで続いた。第二次世界大戦を経て昭和30年代後半までの浦安は、境川、船入川の川岸に千数百隻の漁船が連ね、川岸に漁村集落が立地する漁師町。 その後、漁民たちが海を追われることになった原因は、河川に流出した工場廃液である。特に1958年に起きた本州静止事件で、漁民の収入は半分以下に落ち込む。火星ソーダを含む真っ黒になった廃液が江戸川に流されるようになって、たった2ヶ月で、浦安金海は死の海になってしまったという。この時の漁民放棄は、 全国沿岸漁民の連帯を生み、日本で初めての環境保護法である水質を濁防止法を成立させ、世界で最も厳しいドイツの排出ガス基準に合わせた清掃工場を建設しているといった自然環境を破壊する者のとのいくつもの戦いの歴史が今日の環境負荷の少ない裏安を形作っているのである。猫座ね。 堀江の境にある境川と東大島の船入川の川岸を中心に形成される古くからの市街地の周辺に広がる水田は地盤沈下のため自然排水が困難となりこれに対処するため1964年より土地改良事業を開始している昭和30年代まではアサリやハマグリ漁、海苔の養殖などで流星を誇った塩の甲が漂う漁師町で 市内を北西から南東に流れる川も、かつて漁港の指定を受け、最盛期には千数百隻もの大小様々な漁船の基地となり、生活用水や消防用水に利用され、子どもたちの遊び場でもあって、町の発展を支えてきた重要な川となる。下流より記載現在の境川の総延長は、約4 8キロメートルで、東水門から明海。 高島地区の川路まで約3 3キロメートルが埋め立てに伴って伸びており、この部分は川幅も約5 0ルに広がっている。境川に並行して伸びている堀江地区のフラワー通りは芝居小屋や寄席があり、この辺りで一番の繁華街だったところで、周辺には寺社が数多く、貴重な民家や昔ながらの銭湯、駄菓子屋が現在も点在している。 今川橋付近では毎年ゴールデンウィークに各家庭で使わなくなった鯉のぼりが挙げられている。これは市民団体、境川に鯉のぼりを泳がせる会に寄せられたものを企業と協力し、町の発展に深く関わってきた川に親しみ、新しい町で地域の絆を深める楽しいイベントも開かれている。市民の発案で境川祭りというのも始まり、それまでは 江戸川でやっていたカヌー大会も境川でやるようになったりしている。2002年に土木学会デザイン賞優秀賞を受賞した江川橋より下流の水辺空間自整備事業は県と市の共同事業で河川の事業主体は千葉県町並みの整備が浦安市という分担。自治体により境川水辺空間事業が進められ両岸に テラスやベンチのある遊歩道が整備され、境川の新しい魅力が生まれつつある。山本周五郎の青べか物語の舞台の近くでもあり、プロジェクトはその少し下流側にあたる。最初の検討部会が持たれたのが1990年、春工は1996年。1989年から3年にかけて、デザイン検討委員会を組織し、会合を開催している。 当時、境川の淵には、コンクリート製のパラペットが設けられ、町と川とを分断。それを、川と町の関係をもっと親しいものにし、一体化させて、市民に潤い豊かな環境を提供するとともに、町を活性化させること、町に水辺を取り戻すため、パラペット除去を実行している。事業自体は、治水事業として開始されており、こうした河川整備は、通常、 行政の河川担当者が河川専門の建設コンサルタントに委託し、コンサルタントの技術者が設計するが、境川の場合は河川専門の技術者にではない人物が担当している。また五岸は焼いた工法ということが決定されていたが、諸条件と折り合いをつけながら、当初の見解通りに町と水辺を近づける形式にした。設計者にかなりの自由度を与えられており、 設計を進めていくにあたり、委員会や検討部会に案を提示し、議論をして決定している。また、河川の景観整備は、一般的に質味みにする場合が多いが、当該地は、地水を優先するために、焼いた工法を指定され、荷重の関係で石組みにすることができなく、使用材料が限られてきているため、レンガということになったという。ただし、日本国内には、 レンガ5番の水路というのは当時でも例が多くなかったことで抵抗感もあったという。しかしながら委員会、検討部会といった組織が非常にうまく機能し、事業主体の自治体も委員会で決めたことであることで了解されたという。照明や転落防止策なども専門にデザインされ、策にはレンガとのバランスを考慮し、スマートな中鉄を採用している。ありがとうございます。